おはようございます。ひめかです。ピンク、ラテ、ティー、ビー始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は私の密着動画です。一日密着。今富山駅にいて、ここで新幹線乗って東京まで行くんですけど、ちょっと富山駅の紹介します。ここにはライトレールって言って路面電車が走ります。あ、今来た、ライトレール来た。はい、おーい。で、渡らないでください。駅にはセブンイレブンが付いていて、ここで一番下がってるんですけど、今日はちょっと時間ないので、新幹線の車内販売で朝ごはん買います。はい、はい、東京に着きました。いつもの待ち合わせ場所でここにアリアとユラリー来ました。クリモモちゃんはワールドに直接行きます。うん、好き。かわいい。めっちゃ隠してる。今日は撮影行きます。ビゴーで買ったユニコーンのピュレグミ、これがファンの子に教えてもらったカンデミーナ。みんなで食べます。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということでワールドについて衣装に着替えました。ピンクラテの衣装めっちゃ可愛い。お気に入りですか？お気に入りです。多分買いたいです。チャックでゆらりとお揃いだ。ゆらりとお揃いだね。締めれる。オフィシャルかわいいでしょ。で、これが私のお気に入りのマネキンひろこでございます。ひろこなんです。いつも挨拶してるもんね。そう、このマネキンひろこやほーみたいな。来たらもうすぐひろこ。友達ですか？友達です。友達というか恋人。恋人なの？いとこ？親戚かな？姉？姉？お姉ちゃん、姫香のお姉ちゃんです。お姉ちゃんです。なんでひろこかと言いますとね、それはちょっと企業秘密だ。いける。今日も撮影頑張っていきましょう。頑張ります。姫香さん、何してらっしゃる？姫香さん、あ、衣装着替えました。今からヘアメイク変えていきます。その衣装は 3,4 回ぐらい変えて、ヘアメイクもそれに合わせて変えてます。ヘアメイクはもう自分で頼めるし自由です。なんか気に入った髪型があれば次もそのままでも OK だし、ちょっとめっちゃイヤリングいっぱいつけるのめっちゃ下手なんですよ。逆向きじゃないですか、ウィディさん。え、逆向きじゃないよ。逆向きでしたよ。そんなだよ。こっちが前ですよね、この丸いのが。え、違うよ。え、後ろだよ、それが。このように姫香はいつも一番賑やか。そうです。ずっとね、喋ってるんですよ。これ正月放送ですか？いつかわかんない、お正月かも。正月？ハッピーニューイヤーファンタスティックディズニーランド。うん、マヨネーズ。このように姫香はいつも謎のネタを提供してくれます、ね、そんなに面白くないやつ。ということで、では今からチェンジしてきます。バイバーイ。はい、今日の撮影はこんな感じのコーデできました。ここに短パン履いてるんですけど、普通にこうやってやったら見えなくなります。どっちが好きかコメント欄で教えてください。こうやってインするのと、こうやってアウトにダボって切るの。今日の撮影はどうでしたか？あ、もうめっちゃバリバリ楽しくて投げキス。もう3人は今 TikTok 撮ってて、まやかは今日ね、空きの時間が多い日だったので、たくさん撮ったので、一つも撮ってないアリアとか。
アリアと姫香喧嘩するんですか？はい、します。イベントの時にですね、うん、出番直前にアリアが鏡でこうやって直してて、私しばらく前髪見てなかったんでやばいと思って鏡貸してやってたんですよ。そしたらアリアがこうやってやだみたいな感じにするから、え、なんで貸してくれないのって、あのピティさんが大事だからじゃないって言って、え、貸してよ貸してよみたいなこと言ったら、なんか揉めてたら鏡が落ちたんですね。そしたらもう行くよってピティさんが言ったんですけど、アリアが拭いてて、後からでもできるよって言って、拭くのは後からでもできるけど前髪を直したいって言って喧嘩しました。よかったです、仲直りできて。もう今めっちゃ仲いいから、うん、怖い、真顔が怖い。やばい、今日いつもよりテンション高すぎて。そう、でもいつもテンション高いです、うん、姫香は。じゃあ姫香も TikTok 撮りに行きますか、うん、撮りに行きます。はい、後で会いましょう。はい、今東京駅にいて、みんな切符を帰る時間の電車に乗車変更って時間を変えます。はい、はい、それに今並んでるところです。まあ、でどうぞ。今日ご飯食べる？一緒に。でも明日休みだから今日ゆっくりできるよね。そうね、だいたい撮影終わったらそのまま帰るか、東京駅でみんなで夕飯食べるか、原宿とか行ってみんなで遊んじゃう。何してんの帽子これ？あ、帽子かぶってかわいい。ありがとう、最新のおしゃれだよ。うん、おしゃれ、すごくおしゃれ、うん、みんなも真似してね。うん、こうだよ。私は今金沢駅に来てます。なんで金沢駅にいるかというと、富山で降りなきゃいけないんですけど、ちょっと新幹線の中で寝てたらちょっと富山過ぎちゃって終点の金沢まで来ちゃいました。あとちょっとでこの新幹線乗らなきゃいけないので、一旦切りたいと思います。また富山駅で会いましょう。富山に戻ってこれました。車の中です。今日も一日撮影頑張りました。あとは家帰ってお風呂入ったりテレビ見たり、なんか家でいろいろします。この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。